ジャネリー・インビュラ・ワンガは、ベルギー・ビルボールで出身のサッカー選手。ポルティモネン s ス所属。今後民主共和国代表。ポジションはミッドフィールダー。2007年から EA ・ギャンガンのユースチームに所属し、2009年にトップチーム昇格した。10月16日、ディジョン・フコ戦でリーグで最年少記録となる17歳と1ヶ月4日でプロデビューを果たした。 2013年、オリンピックマルセイユに移籍した。2015年7月1日、FC ポルトへの移籍が発表された。移籍金は2000万ユーロとなっている。2016年2月1日、ストークシティ FC への移籍が発表された。移籍金は1830万ポンドで、クラブレコードである。FC ポルトに続いてのクラブレコードだった。 2018年8月30日、ラージョ・バジェカーノにレンタル移籍した。2019年8月31日、U.S. レッチェにレンタル移籍した。今後民主共和国出身の両親の間に、ベルギーで生まれ、フランスで育ったため、いずれかの代表を選択することができたが、2013年に U-20 フランス代表へ招集され、2013年の 通論国際大会に出場した。2015年10月には代表の選択を決めかねていると発言しており、2018年3月に今後民主共和国代表から招集を受けたが、招集を拒否。しかし、2019年11月に今後民主共和国代表からの招集に応じ、同年11月14日のアフリカネーションズカップ2021予選。 ガボン戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。